カール・フレミング・ウェドワーズは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、ニューベリー郡、ニューベリー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。愛称は、名前が似ているため、カールス・ジュニア。2011年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから48巡目指名され、8月15日に契約。2012年。 参加のルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプロデビュー。4試合の登板で3勝0敗、防御率0.00、脱三振と高騰し、7月に a ナスポケーンインディアンスへ昇格。a ナスポケーンでは10試合に先発登板して2勝3敗、防御率2.11、60脱三振を記録した。2013年は A 級、 ヒッコリー・クローダッツで開幕を迎え、18試合に先発登板。8勝2敗、防御率1.83、122奪三振を記録した。2013年7月22日に、マットガーザとのトレードで、マイク・オルト、ジャスティン・グリム、後日発表選手と共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は、参加の A 級レートなカブスでプレイし、6試合に先発登板して、 防御率1.96、33奪三振を記録した。9月12日には、ベースボールアメリカが選ぶ、マイナーリーグオールスターチームに選出され、10月に行われたミルビアワーズでは、ミルブのスタッフが選ぶ、最優秀先発に選出された。2014年は、AQ テネシースモーキーズでプレーし、10試合に先発登板して1勝2敗、防御率2.44。 四十六奪三振を記録した。オフの十一月二十日にカブスとメジャー契約を結び四十人枠入りした。二千十五年九月七日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは五試合にリリーフ登板し防御率三点八六、ホイップ一点二九という成績を記録した。マイナーでは AQ テネシーとトリプル a q アイオワカブスの二 チームで、計36試合にリリーフで投げ、5勝3敗6、セーブ、防御率3.74、ホイップ1.21という内容だった。また、計55.1イニングで41支球を出す、荒れ玉っぷりだったが、一方で三振を75個奪って、脱三振率12.2という効率をマークした。二千十六年は、一定期間メジャーで機会を得て十六試合に、 リリーフ当番し、0勝1敗にセーブ、防御率3.75、ホイップ0.81という安定したピッチングを見せた。持ち前の三振脱し能力では、36.0イニングで52個の三振を奪い、脱三振率13.0というハイレベルな数値をマークした。また、請球難も改善して、よし休率は3.5だった。なお、 マイナーの AAA 級アイオワでは24試合に、登板して1勝1敗1セーブ、防御率4.26、ホイップ1.34、脱三振率12.4を記録した。2019年7月31日に、ブラッドウィックとのトレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。オフの11月4日に、マイナー契約で参加の AAA 級、エルパソチワワズへ配属され、 同日中にフリーエージェントとなった。2019年12月4日にシアトルマリナーズと1年95万ドルで契約を結んだ。2020年10月22日に FA となった。2021年2月2日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月25日に自ら選んで契約を途中で、 放棄するオプトアウトを行使して一旦 FA となるが31日に改めてマイナー契約を結び直した。シーズンでは5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。早速同日のフィラデルフィアフィリーズ戦で登板するも0.1イニングで3失点を喫し翌日の5月8日に DFA となり10日に FA となった。 2021年5月14日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、3カのトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ配属された。5月30日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。8月29日に自由契約となった。2021年8月31日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、3カのトリプル A 級 シャーロットナイツへ配属された。救援投手として、最速98.1マイルパワー、平均95マイルパーワーの伸びのある、フォーシームと、平均80マイルパーワーのカーブの2球種を主に使用し、稀に90マイルパーワー程度のチェンジアップを使う。2016年のフォーシームのスピン量は 2659rpm となっており、メジャーでもトップクラスの数値となっている。 ありがとうございます。